わさ。はい、美薬ガイドのあすみです。11月の25日、金曜日かな。はい、なすびガイドでした。匿名希望さんに来ていただきまして、まあ、H 君、小学校1年生の H 君を、匿名希望さんと小学1年生の H 君をお迎えしての本日でございました。で、まあ、風はね、弱かったんですけど、匿名希望さんから巻物リクエストをいただきましたので、うん、ディープクランク、そういうのはいいんじゃないかなと。思いましてね。昨日もね、ディープクランクで小バス様ですけど、まあ、釣ってますし、水もね、何個の北エリアは、じわーっとなんか慢性的に濁りが入ってる、感じなので、巻物にはディープクランクがいいんじゃないかなという理由で、何個に入りました。何個の北エリアのウィードエッジをひたすら、巻きました。ウィードアウトサイドエッジを巻くことによって、ベイトフィッシュもいるところがやっぱりね、良かったりなんかするんですけど、まあそれでまあポロポロポロとまあ反応していくような感じです。匿名希望さんは、ハードコアクランク4プラスという、まあ4メーターダイバーのクランクですね。まあ僕とかでしたら今、ディープ X300 とか、アベンジクランク400とか、まあ4メーターダイバーのクランク、まあそこら辺のあたりの、ディープクランクでいいんじゃないかなと。思います。そこから、ま、乱眼したりとかして、まあ、何個結構ね、乱眼しました。ウィードのあるスポットで、ミドストやったりとか、まあ、巻物リクエストなんですけど、まあ、時たま、まあ、ミドストも入れたりなんかして、まあ、やったんですけど、はい。まあ、ミノ、エビモエリアをミノで横っちょ通したりとかしたんですけど、まあ、そこはちょっとダメで、結局ディープクランクのみで反応があった、あとミドストで反応があった、かなと思います。で、サイズなんですけど、まあ、30ぐらいまででちょっとね、40アップ以上が釣れなくて、匿名希望さんにもっとでかいの釣っていただきたかったんですけど、はい。で、肝心の、小学1年生の H 君は、今日はほとんど、YouTube を見ていたり、スイッチ、ゲームをしたりとかね、してましたね。うん。今日はね、あんまりね、釣りをされる気、する気は、なんかちょっとね、あったのかちょっとわかんないんですけど、今、のんびりスイッチとかね、されてましたね。はい。結構ね、小学低学年の、ゲストさんもね、お子様も来てくださったりとかするんですけど、やっぱりね、皆さんお父さん、お母さんね、こうスイッチを持ったりとか、スマホゲームとかやったりとか、いうふうには、まあ、ね、いろいろと工夫されておりますんで、そんな感じで、古城で楽しく、スイッチをね、してましたね。はい。そんな感じの一日でした。はい。はい。夏、ね、もう11月の25日で、もう本当に、あと数日で12月になっちゃうって考えると本当に早いんですけど。はい。でも今日はね、匿名希望さんとゆっくりお話ししたりとかして、今年の春のお話なんかしてると、だいぶ昔に感じるなとかいう話なんで、まあ、1年って実際ね、長くないんじゃないかなって、ちょっと思ったりもするんですけど、まあ、振り返った時にね、まあまあ、早くもあり、よく考えれば長くもあり、まあ、そんな1年、もう間もなく終わりますね。まあ、何の話かわかんないんですけど、とりあえず、匿名希望さん、1年生の H 君、ありがとうございました。また、ぜひ、お願いいたします。はい。というわけで、11月25日のお話でした。最後まで皆さん聞いていただき、ありがとうございました。